で、それが変に開花になっちゃって止まんなくなっちゃうんだって、こうやって俺たち、いつかやるピロスケ、福ちゃんの始まりました、歴史参戦シリーズパクパク、はい、ということで、今日のテーマですね、はい、遊びです。遊び、昔あったですね、ちょっと危険な遊びであったりとか風変わりな遊びみたいな、あ、今はできないけれどもまあ危険ですからね。そうそう、危険ですから、はいはい、そんな歴史上にあった遊びをちょっと紹介したいと思います。言いましょう、ピロスケでございます。あ、さあ、まず私が紹介するのはですね、ギルバートの原子力研究室っていうおもちゃです。おお、何ですかそれは。はい、まあこれはね、20世紀アメリカで生まれたおもちゃなんですけども、名前の通り、原子力とかを、言ったら発光させて光とかで、それを見てニヤニヤするっておもちゃなのよ。クソヤバいじゃんか。やばい。で、このおもちゃっていうのはね、ギルバートっていう人が作ったんだけども、うん、この人ね、まあ、陸上競技の、言ったら、まあ、優勝経験もあるすごい人で、で、兼マジシャンでもあるのよ。で、そういったそのマジシャンの力かわかんないけども、おもちゃに転身して、それで作ったのが、このギルバートの原子力研究室っておもちゃ。で、このおもちゃっていうのはね、ウラン鉱石の他に、ベータアルファ線源、あとベータ線源、ガンマ線源、まあいろんなの含まれてるのよ。まあよくわからないかもしれないけども、これって放射線が出るのよ。え、マジの放射線が出てるの？そう、むしろこれ放射線を発生させる装置なのよ。それおもちゃなの？やばすぎでしょ。で、これで実験して光らせるんだけども、言ったら核分裂を、実際に見ることができるわけだ、そこで。こういう風にあって細かいのは見えないけど現象は見えれると、言ったら原子力爆弾の構造っていうか、こうなってるんだよっていう、その小さいものが体験できると。で、なんでこういうおもちゃを作ったかって言ったら、うん、まあ、ちょっとアメリカのその状況っていうのもあるんだけど、1950年にこれ生まれたのよ。はいはい、第二次世界大戦終わってるわけよ。言ったらアメリカっていうのはその戦争で原子力爆弾とかいろいろ作ったわけじゃんか。まあまあ落としましたけどね。うん。だからギルバートとしてはそのおもちゃを出して、子供たちしかね、いろんなチューバーとかつなげて光らせるのよ、こうやって。うん、はあ、こうやって原子力爆弾生まれるのか、すげえって思わせたかっただけだね。ああ。でもやっぱ学ばせたかったっていうことでしょ。そう、学びなのよ。うん。でもこんなのさ、危なすぎるじゃん。やるかっていうところはまあ別に置いといて。うん、だからこれアメリカもんってなったの。あ、アメリカもなったの、うん、おかしくねえかそれって。確かにおかしいよ。だから1年で店頭から消えたのよ。ああ、はいはい、いいよいいよ。で、現在このおもちゃね、最も危険なおもちゃっていうことでシカゴの博物館に飾られてんだよ。歴史に名を残したのよ。危険すぎるおもちゃで。危険すぎるだろ。確かにやばすぎだわ。いや、だからね、もし興味あればシカゴとついたら見に行ってください、皆さん。はい、どうぞどうぞ。はい、次は副社長でございます。はい、僕が紹介するのはですね、中世から、19世紀初めまでの、まあ、子供のちょっとした危険な遊びを紹介したいと思います。いいやん。まあ危険というか、場所がちょっと危険というか、そういった遊びなんだけど。なるほどね。ね、よくね、子供たちが遊ぶところ、遊びに連れて行かれるところって処刑所っていうのがあったのよ。おうおうおう。で、この中世ヨーロッパとかで、処刑するときあるじゃん、うん、その時って子供って役割があったの。役割お仕事みたいな。もちろん子供は遊び感覚でやってるんだよ、はいはい、それは。で、何をするかというと、まあ、まずその罪人とかが市中引き回しとかになるわけよ、街中歩くの、はいはい、その時に子供たちは唾を吐きかけたりとか、イエーイとか、舌を出してバカにしたりとかするわけですよ。まあ、クソガキすぎんだろそれから。いや、子供たちは楽しがってやってるわけですよ、そういうの、うん。で、あとですね、刑場に連れていく人に、まあ、卵であったりとか、そのリンゴぶつけんの腐ったやつね、うん、当たるかなみたいな感じで。あと、むち打ちの時は、1つ、2つって数えるのは子供の役目だった。ああ、そうなんだ。役割分担なんですね。役割は分担だし、そういうのを楽しんでやってたと。うん、まあ、昔の死刑とか、そう、処刑ってちょっと娯楽の一面もあったもんね。そうだね。そういった一面もあったから、子供たちもそういうのに参加してた、遊び感覚で。うん、ただ、それは子供たち遊びでやってるんだけれども、まあ、言ったら教育の一環でもある。うん、まあ、要は、罪を犯したらこうなるぞっていう戒めみたいなもんだよ、ね、あ、やられたくなきゃお前はちゃんと生きるよみたいな。そうそう。でも、まあ子供たちは楽しがってたと、うん、で、これはまあ中世じゃないんだけど、近世に入ってからゲーテって言ったでしょ、詩人の、はいはい、ゲーテとかは、え、お母さん、ギルチンのおもちゃ買ってとか言うくらい拷問にハマっちゃった。そうそう。遊び場としては普通だったの、うんうん、で、そういったところで遊んでると普段の遊びでもやるわけですよ、うん、むち打ちごっこであったりとか公衆警ごっこみたいな。あ、そうなるのか。まあ俺らで言うと、俺らっていうのもおかしいけど、やっぱチャンバラごっこみたいな、そういうノリでしょ。まあそういうノリでやるわけですよ、うん、で、普通に学校とかでも、例えばさ、
今日授業お休みですみたいな、遠足に行きますって先生が言うのよ。楽しみじゃん。楽しみじゃん、うん、どこに行くのかって言ったら処刑を見に行きますって処刑を見に行ってたらしい。処刑場ふーってやった。そうそう、なんかね、いやマジその処刑場あんじゃん、うん、そこに行くまで鼻歌を歌いながら行ってたらしいよ、みんなで、まあ、歌を歌いながら、うん、これはね、まあ、中世じゃないけどアンデルセンっていたじゃん、うん、アンデルセンが実際にそういった体験をしてたの。ああ、そういう過去あったんですよ。そう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 、今日はまあ俺らの場合はパン工場とか行くわけじゃんか、遠足で、うん、公園とかな、まあ、体験な。だからまあそういった時代は、まあ、まあ言ったら処刑見に行くわけですよ。うん、でちなみに俺が昔のヨーロッパで嫌だなと思った遊びは、あの水泳してるやつにおしっこをかけるっていう。そんな遊びあったの？あったのあったの。マジで。俺はそれ見て一番危険だと思ったけどね。道徳燃やしたんかそいつ。ブチ切れると思うよ。泳いでておしっこかけられたら屈辱だわ。そうそう、ちょっと話ずれたけど、うん、そういった遊びもあった、ヨーロッパの遊びでございました。あざっす、うん。ペロスケでございます。いはい。じゃあ私が次紹介するのはですね、うん、ちょっとポポンと2つ紹介させてください。おい、ポポンとやっちゃって。はい、一つはね、これも20世紀に生まれたおもちゃなんですけども、うん、スイングウィングっておもちゃ。スイングウィング、うん、でこのおもちゃっていうのはトランスオグラムカンパニーっておもちゃ会社が作ったおもちゃで、1959年に生まれたの、うん、でこのおもちゃってどういうのかっつったら、ヘルメットをかぶって、まあ、紐でくくるのよ、うん、そしたらここに紐みたいなのがついてるのね。それを頭でぐるぐる回しながらブン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 振り回すっていうだけのおもちゃ。おー、楽しそうじゃん結構。うん、言ったらあの自分でこう回すタケコプターみたいな感じよ、うん、で当時ってあのフラフープだったじゃん。あ、うん、それが人気だったらしくて、うん、そのおもちゃに次ぐおもちゃ作りてえなっていうのでこれ考えたの。おー、はい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 、うん、でこのおもちゃ何が危険かっていうと、まあぐるぐる回したらまあ楽しいだろうよ、それは。だから楽しそう。でもぐん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 回すと狂っちゃうらしいの。ああ、揺れてな、脳が。でそれが変に快感になっちゃって止まんなくなっちゃうんだって、こうやって。へえ、言ったら麻薬やってるようなもんよ。なんか気持ちよくなっちゃうらしいの。わーってなって気持ちいいってなっちゃうのね。子供がやったらさ、それはもうおかしくなるじゃん、感覚。頸椎も悪そうだね、うん、そうだから頸椎損傷とか出ちゃって。ああ、そりゃそうだろうね。でどんどん痛めて子供がバッタバタ倒れるようになっちゃったの。ああ危ない危ない、危険よ。子供ってさ、やっぱずっと楽しんじゃうとずっと止まんなくなるじゃん。同じことやばっかやっちゃう、子供って。まあまあ覚えがあるよ。だからこいつはあかんということで、うん、まあ頸椎損傷とかそういうのもあったから、うん、市場からこれ撤退することだったの。はいはいはい、消えたわけね、売り場から。そう、危なすぎるっつって。それはもう消えた方がいいわ。で次紹介するのはベルトバックルデリンジャーキャップガンってやつ。おー、これも20世紀でアメリカで生まれたおもちゃなんだけども、まあ早い話、ベルトなんだよ、ベルト。うん、バックルかな。だから言ったらあの仮面ライダーのさ、あのベルトみたいなもんよ、はい、うん。そこに銃が搭載されてるみたいな。ああ、はいはい。でも普通にあったよね、暗記とかで。ああ、そうね。ブラックラグーンで見た俺、それ。うん、そういうのある。そのおもちゃ版だと思ってる。ああ、はいはい。うん、で、こういうベルトで銃がこんな風に乗ってんだよ。うん、でカチッってできるんだよ、こうやって。もうこんな風に状態よ。ちょっと下ネタに見えるんだけども。いやいやいや、まあ確かにな。で一応ね、弾はプラスチック製なの、うん、で、パンって撃つことができる。いったら耳が、それで言ったらエアガンの打ち合いみたいな芋もいい、俺らがやって昔やってた。それでへへへってやりながらこうやって撃つわけ、うん、でこれね、まあ普通のおもちゃで成立するんだったらいいんだけども、うん、やっぱアメリカさんですよ、威力も強くしようって勘違いしてたのが、威力がすごかったのよ。へえ。これ食らって子供とかもうボン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 倒れたわけよ。え、そんなにあったの。うん、もう大怪我する人が多かったわけよ。え、弾は何だったの。あ、プラスチック。プラスチックなの。だけど火傷する事例もあったから、一体かえぐれてんの。あ、なるほどね、ガンパウダー使ってるみたいな。そうそうそう、マジで。で、カチャってなってボンって撃つわけじゃんか、セーフティーロック引いて、うん、だから普通に歩いてる時にカチャってなっちゃって、言ったら誤射が発生しちゃって、それで火傷するやつも続出しちゃったのね。へー。でこれちょっと子供のおもちゃとしてはどうなんっていう感じになって。いやいや、そうですね、うん、これは危険やなっつって廃止だった。気づけや最初の。オッケーオッケーオッケー、そりゃそうだ、実験段階でさ。本当だよね、売る前にちゃんとやれよって話だよ。まあ多分ね、ノリだったと思うんだよね、あのベルトに、まあ大人もつける人もいたと思うから、これ見てよ、ベルトに銃ついてますぜって、撃てるんだぜって、そういうちょっと。いや、だからやっぱ安全性とか、まあ結構甘々な時代だったってことだよな。あ、俺らの時もさ、あったじゃん、あのガチャガチャでさ、プチスタンガンが入ってるってやつ。あった。うん、あれこことかさ、あったあった、こことかやったけどさ、あれ下手したら死ぬぜって話。確かに危ないっちゃ危ないね、あれもな、うん、そのもっとやべえやつって。ああ、そりゃそうだ。相当やべえわ。だってミニチュアの銃なんだから。プラスチックにせよ。ということで3戦終わりました。はい。まあ子供の頃ってね、やっぱ危険にちょっと疎いのよ。
あ、疎いわ。そうで怪我して学ぶっていうところもあるんだけど、ほらさ、俺子供の時びっくりしたのがさ、あのコンセントのあのあんじゃん、刺すとこ、うん、あそこにさ、いろいろ突っ込んでるやついなかった？いたいたいた。なんでふーってなってるやついたでしょ。あ、なんだっけ、あのシャーペンの芯とか突っ込んでるやつ。あ、したいしたい。フォークとか突っ込んでるやついたもん。いたいたいた。あと鉛筆をこう手を置いてカカカカってやってなかった？あ、でもこれ今でもやるでしょ。いや、これ危険だろ。いや、俺もやりたくはなかったけど。で、なんかスリルを求めてコンパスでやるんだよな、次。ということで、またこういったのも紹介したいと思いますので、はい、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますので、フォロー、そしてスーパーサンクス、あと通知ボタンも押してください。ありがとうございました。